はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、モンスターハンターストーリーズデラックス絆石です。はい、アニメとゲームで現在展開中のモンハンストーリーズからデラックス玩具が出ました。モンハンのデラックス玩具ってすごい新鮮ですよね。以前アーケードゲームのモンハンスピリッツ対応の痕跡シリーズっていうのは出てましたけど、今回はゲームでもアニメでもすごい重要アイテムで、オトモンとの絆を結ぶために必要だったりとか、ライドオンするために使ったりとか、ゲームでは絆技発動でも使えますね。これは主人公のリュートが使うリュートカラーバージョンで、同時発売でシュバルカラーバージョンも出ました。外箱をぐるっと見回すとこのような感じで、どういうデラックス玩具かというと、3つのモードが入ってて、モード1、冒険モード、ナビルーと一緒に冒険に出る、遭遇したモンスターとバトルしてオトモンにしよう、全オトモンを集めて世界一のモンスターライダーを目指せ、モード2はコレクションモード、冒険モードで集めたオトモンの様々な情報を聞ける、いつでも絆技を発動可能、モード3、パスワードモード、本製品に対応するパスワードを入力するとナビルーの秘密音声が聞ける。おー、これすごいですね。 Nintendo 3DS のモンハンストーリーズで特別なリオレウスを入手可能なシリアルコードも入っております。先にアミーボも発売しましたけど、めちゃくちゃ出来いいですよね。造形細かすぎ。ではレビューしていきます。はい、中身はこうなってて、リュートカラーの絆石本体のみです。裏側のここに大事なシリアルコードがありますから隠しますけど、ベルトループはついてますので、今後対応のグローブパーツが出るとか、そんな感じなんですかね。まず本体をぐるっと見回すと、このような感じで、上側、下側で、前面パーツの展開ボタンがあって、後ろに電源とスピーカー。さらに、前の2個のボタンは、選択ボタンと決定ボタンで押せるような感じです。ここの発光部分は押せませんね。そして、大人の僕が握っても、かなりのサイズ感がありますから、アニメやゲームのスケールに比べても、おそらく1分の1ですし、痕跡シリーズより二回りぐらい大きいですね。モンハンらしいエスニックな模様が入ってて、グレーの成型色をベースに、ここはメタリック。ちゃんと石っぽいムラのある感じに仕上がってますよね。素晴らしい。では電源オン。遊ぶモードを選ぼうぜ。冒険モード。お、ナビルーの声。もう一度。発光して、ナビルの声が、ここからなります。で、選択ボタンと、決定ボタンがありますから、選択ボタンを押すと、コレクションモード。モードが変わると。パスワードモード。冒険モード。ちなみに、このナビルの声は、マオさんですね。豪快イエローでおなじみの、マオさんが声を当ててます。では、冒険モードにして、パスワード。冒険モード。決定。最初はステージ1しか選べませんから、まずはステージ1。ステージ1、どのオトモンと一緒に冒険する？アプトノース。で、選択ボタンを押すと、アプトノース、アプトノース。あ、まず最初は1体しか選べませんね。アプトノース。BGM というか音がほんとモンハン。ではここからは移動になりますから、ボタンを押しましょう。選択ボタン適当に押していきます。そうすると移動中にモンスターと遭遇するそうです。モンスターと遭遇したら、こっちで左へ回避、こっちで右へ回避。回避。オッケー。こう。オッケー。発動。
ここ発動ボタン。いきます。あ、うん。うまく、オッケー。ちょっと徐々にやり直し、やり直し。あ、オッケー。よし。やったー。ポポ、討伐。にょい、モンスターの卵が落ちたぞ。うん。初絆技ミスったしまった、なんか手をね、こう、添えちゃって、うまく展開しなかった。でも、勝ちましたね。で、卵もゲットしましたので、今度も選択ボタンと決定ボタンを押すと。割れた。やったー！ポポがオトモンになったぞ。はい、2匹目のオトモンをゲットしました。ボタンを押すと。ん？選択。冒険を続ける。もう一回ちょっと絆技をミスったので、次はミスらない。はいはいはい。走って走って。来た。右。右。オッケー。成功。反撃だ。絆の力をチャージ。早くボタンを押すんだ。まずはチャージ。オッケー。ライドオン。よし。絆技発動だ。いくよ。ライドオン。いった。卵割ろう。やったー！青柱がお供になったぞ。オッケー。ちなみに絆技を出したらこのカバーを閉めるのが基本みたいです。カチッとロックしますね。ここ押すと展開で、中もちゃんと塗装が入っておりますから、ここの発光もすごい綺麗でしたね。ちょっともう一回だけいいっすか。もう一匹欲しい。結構すぐ、モンスターと出会う。ヤンクック、ヤンクックが攻撃してきた。回避。ライドオン。よし、絆技発動だ。ライドオン。はい、3体目はヤンクックでした。で、次はコレクションモード。コレクションモード。調べたいオトモンを選ぶんだ。入手したオトモンは4頭。アプトノス。アプトノス。で、ボタンを押すと。ポポ。あ、このように。青アシラ。変わりますね。ヤンクック。では、ヤンクック。鳴き声と絆技音声が聞けると。リバースボール。
おお、リュウトの必殺技セリフもなりました。で、戻して、選択、続ける。調べたいオトモンを選ぶんだ。入手したオトモンは、4頭。イアンクック、アプトノス。では、アプトノス。ライドオン。スリッピングダイブ。他のオトモンを調べてみる？アプトノスは序盤で結構お世話になりましたゲームで。さらにパスワードモード選択してやめて。あ、でもパスワードモードってこれネタバレになるからやめた方がいいのかな。モンハンストーリーズはネタバレ動画厳しいですもんね。一応やります。秘密の番号入力するんだ。ゼロ。え、秘密の番号どういうこと。パスワードの入手は各ウェブページをご確認ください。なるほど、なるほど。ちょっと今、ここの指定のウェブページに来てるんですが、パスワードモードの解説は書いてあるんですよ。パスワードを入力すると、ナビルーの秘密音声が聞ける。全55種類。と書いてあるんですが、パスワードが載ってない。ページは間違ってないので、とりあえず分かりましたらまた動画でアップします。なので、基本的には冒険モードで冒険をして、オトモンをゲットして、コレクションモードで、オトモンの鳴き声とか、絆技音声を楽しむような感じです。でも発光とか展開とか、絆技セリフとか、ちゃんとアニメとかゲーム寄りのギミックになってて、やり込んでいくとレアオトモンとかをゲットするのが、結構楽しそう。とりあえず僕はこの背面のシリアルコードを使ってゲームでリオレウスをゲットしたいと思います。以上、モンスターハンターストーリーズデラックス絆石の紹介でした。